まあ、スタートダイブのちょっとここで牽制ありましたけども、まあ、牽制というかね、うん、どうしたいのかねよく分かんなかったよね。俺今度脇本選手が前を取るのかなって感じがしたんですけど、うちの2人が ね、あのなんか様子見でこうスタートいったような感じなんだよね、うん、それでね清水選手がもうそれならばっていうことで、いや脇本は行ってもよかったんだけど、うん、なんか行こうとするとうちが踏むし、だったらどっちなのって感じよね。で結果的には、まあ、まあ清水選手が、ね、前を取って、まあ、これだけちょっと誘導と離れたんで清水選手も、ね、落ち込んで結構足使ったと思いますけどもね、ここはね、うん、まあ、あの牽制する必要なかったと思うんだけどね、うん、まあ、ここでね、まあ、清水選手があの追いついてあの追っかけていってましたから、うん、まあ、前にはね2番6番9番ということでね、後から小川選手と香川選手上がってきて、まあ、中段が今1番のね佐藤選手がいますから4番1番、ね、4番1番になるんじゃないかと。あとは、ね、そこでね6番の今上がってきてます小川慎太郎。あとは後方にね脇本選手、そして浅井がどこへ行くかっていうのが一つだった、まあ、4番の前に入りましたからね、うん、結局2番6番9番の後ろに浅井が入って4番手、うん、で渡辺が5番手、うん、6番手が佐藤慎太郎で、その後ろに脇本東口、この山田がね、まあ、一番後ろだけども、まあ、この脇本の3番手を、ね、いいね、選択したっていうのが非常に大きかったと思うね。前取ってね引いてかますのよりかは抑えていくんですからね、これついていきやすいですからね、うん、あの脇本が抑えるタイプじゃないから、うん、どっちだってこう行けるとこからドンって行ってしまうタイプなんで、うん、あのついててね、うん、あの飛びつきにくいと思うんでね前は、うん、まあここからね清水選手はちょっとずつ誘導員との車間を空けてね後ろを牽制し始めましたけども、まあ、4番の、ね、渡辺和成選手も動きませんし、短期の浅井選手も動かないということで、ね、これ和成も1回叩けばよかったもんね。そうすると4番で取れるかもしれないしです、ね、そう、何かアクションをかけてほしかったですけど、これで一気にもう脇本は行くの残り2周だから行くのは分かってて、ね、これ初日もこの辺から行ってるんだから、うん、ね、ここでちょっと番手は難しくても、ここは、ね、3番手ね、ちょっと遅れたよね、うん、まあ、これだとなかなかまたまっくり返すっては難しいし、まあ、清水選手からすると8番の山田選手だけは抜きたいという気持ちはあったと思うんだけど、ね、なかなか加速してますから、まあね、誘導員を追っかけるのにちょっと足使ったし、これ、ね、誰一人浅井もちょっと外出してるけど、はい、ほとんどそのままよ。でここで、ね、外行っかけてすぐ内側に、ね、清水選手を切り替えたんですけど、ね、全く、まあ、なかなか清水選手もね、まあ、番手戦よくもできるんですが、番手戦でも考えれば、ね、少しまた決勝に乗るのもあったと思うんですけど、まあ、その分、まあ、山田選手がしっかり決勝に乗ってね、兄弟で、ね、決勝に乗りましたん で、はい、明日の、ね、兄弟の走りも期待したいと思います、はい、まあね、はい、どっちが前か分かりません、うん、まあ、明日の決勝戦、今日準決勝ね、サンコレース、はい、まあ、やっぱり力ある選手が勝ち上がりましたけど、そうですね、明日の決勝戦も楽しみですから、はい、また明日の決勝まで、ね、楽しみにしたいと思います。